ピードモント航空はかつて存在したアメリカ合衆国の大手航空会社。1940年に航空機の販売やパイロットの訓練などを行う会社としてノースカロライナ州ウィルミントンに設立されたピードモントアビエーションが前身である。当時は航空会社としての活動は行っていなかった。その後、第二次世界大戦中の1944年に 地域航空会社として運航認可を取得したが、この時は、ピードモンとアビエーションの一部門という位置づけであった。1947年には、ノースカロライナ州のみならず、テネシー州、ケンタッキー州、オハイオ州、バージニア州などの近隣の州にある37都市を結ぶ路線を運行していた。ダグラス DC-3YS-111948 年2月20日に、 ピードモント航空として独立。当初はダクラス DC-3 などで、ウィルミントンとオハイオ州シンシナティの間を運航した。その後もアトランタ、ニューヨーク、ナッシュビル、シカゴへ乗り入れ、1968年には日本航空機製造 IS-11 を主力機材としてアメリカ東南部に路線ネットワークを展開する中堅航空会社となった。 1972年に撮影されたフェアチャイルド FH-227 オヘア空港で撮影されたボーイング7271978年8月に航空自由化政策が行われてからも事業の拡大は続きフロリダ州テキサス州へも路線を展開し1970年代後半で優勝旅客マイル数は34%増加 収益は1160万ドルに達することになった。航空規制緩和で、他社は一気に事業拡大を行い、大型機の導入を行うところも多かったが、ピードモント航空は堅実に一路線ずつ拡大し、機材もボーイング737程度の大きさの機材を主力として導入していた。1985年の時点で乗り入れ都市は24周100都市に上り、 売上は10億ドルを超え、利益も6670万ドルに達するなど、航空会社が設立されては、消えるという航空規制緩和の波の中、着実に業績を伸ばしていた。1984年には、エアラインオブザイヤーにも選ばれるなど、有料航空会社としての知名度も高くなっていた。ボーイング767から 201ER。 航空規制緩和を受けて1980年代中盤からは国際線にも進出し、ボーイング767などの大型機材も導入し、カナダやバハマ、イギリスのロンドンへの国際線の運航を開始した。1980年代後半の航空会社再編の波にも乗り、東海岸の路線網充実を図り、ニューヨーク州をベースとしていたエンパイア航空の買収に続き、 ペンシルベニア州をベースとしていたアルゲニー航空の買収に乗り出した。しかし、買収しようとしたアルゲニーも拡大を図って吸収合併を進めており、社名を US エアに変更の上、ピードモントに対し客買収を仕掛けて対抗してきたのである。1年余りに及ぶ買収合戦は最終的1987年4月に、 US Air が16億ドルでピードモント航空を買収という結果となって終わりを迎えることとなった。この買収は多くの社員にとっては全く突然の話であったという。ピードモント航空の社員であることを誇りに思う社員も多かったため社員の多くはなぜ買収提案を受け入れたのか。我々は CEO に裏切られたと嘆いたという。また格納庫では CEO そっくりの人形が縛り首のように吊るされていたという。1989年8月5日に合併が完了、ピードモント航空の名は消えることになった。現在では、US Airways 参加のフィーダー路線運航用の地域航空会社、ヘンソン・エラインズが1993年にピードモント航空に改称し、US Airways e x p r e のブランド名でボンバルディアの ダッシュ8シリーズを運行している。初期に使用されていたダグラス DC-3 ボーイング737から3001948年の運行開始時点ではダグラス DC-3 を使用していた。その後マーチン4から0から4を導入。1958年には同社初のターボプロップ機としてフォッカー界27フレンドシップを導入した。 1967年には長距離用ジェット機として、ボーイング727を導入。翌1968年には、ジェット機としてボーイング737を、短距離用ターボプロップ機として、YS-11 を21機導入した。YS-11 が、アメリカの航空会社に採用されたのがこれが初めてで、あるが、ピードモント航空からの要求は、 Ys-11 の派生型仕様が製造されるきっかけともなった。Ys-11 とフェアチャイルド FH-227 は1970年代の短距離路線の主力として使用された。1980年代はボーイング737、フォッカー海28フェローシップが主力機で、国際線にはボーイング767も導入した。 ボーイング社製航空機の顧客番号は01である。鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。P170、ゴードンベスーン、スコットヒューラー、大逆転。P231、鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。P170、ゴードンベスーン、スコットヒューラー、大逆転。P232、 エアライナーハンドブック 87P78 カシューアキラ消えたエアライン P115 鶴田国明侍,侍米国大企業を立て直す P191 ありがとうございます